農安県は中華、人民共和国吉林省長春市政北部に位置する県。県人民政府の所在する農安鎮は、近代に、大領府が設置されていた。吉林省中部に位置し、松花石流のこれ道川中流域にあたる。東北平原のほぼ中央にあたり、肥沃な農業地帯を成している。天才、とうもろこし、大豆などが栽培される。食品。 機械、石油などの鉱工,工業が発達している。関大は、不予に属し、農安県には、不予の都の城が設置された。南北町から随代にかけては、高栗の半島に含まれ、農安は、高栗の北辺として、不予城が設置されていた。698年に、牧海が成立すると、不予府を設置、926年に滅亡すると、領町により、 王領府と解消された。近代になると、英州が設置されたが、後に、三島省の同盟地名との重複を回避するために、1189年に、高し安と解消された。定友年間には、高し安州は、高し安府と解消され、秋代になると1403年に、八字一時間かつかの両案単が設置された。新代になると、当初は、 各寺や各前期の管轄地とされたが、1800年には新設された長春町の管轄となった。1889年に長春町から長春府に昇格した際に初めて農案県が設置された。1947年に長春県と合併し、長安県とされたが、1949年に再分割され農案県が設置された。四街道。 十一心十教を管轄。ありがとうございます。